ハロー、ウォーキングスです。こんばんは、ウォーキングスです。よろしく。死んだ後も生き続けていってほしいという願いがあるんですけど、そのためには作品のパワーが必要。あともう一つ必要なのが知名度。そのために有名になるためにものすごい手がいして進化したい。そうですね、まず日本の音楽シーンはアメリカとかと比べてそのビジネスセールス面でばかり注目されるようなところがあると思って、だからアメリカみたいにグラミー賞みたいな部門ごとに音楽が評価される場ができると思って、好きなところは、まあ、世界で見てもマーケットが大きいというか、そこは関係ないと思います。それはもうアメリカですね。アメリカの音楽の影響をある意味で、そもそも日本の国歌「君が代」がアメリカの音楽って言われていて、それぐらい日本は影響を受けてます。その日本が受けてる影響よりも俺たちがもっと影響を受けてる。だからアメリカでどういうふうに俺たちが評価されるのか、その土地にどんな音があるのかっていうのを知りたいというのも含めてアメリカで、しかしいろんな国に行ってグローバルに活躍したいと思っているので、僕たちは呼んでもらえたらどこでも行きたいです。で、始めたきっかけはみんなで言いますか。よろしい、大丈夫ですか。はい、そうですね、音楽始めた当時コンプレックスがあって、そんな自分に打ち勝ちたいと思って音楽を始めました。で、今も続けてるのはまだ打ち勝ててないからですまだ打ち勝ちたいと思ってます。僕高校生の時にニルヴァーナを聴いて音楽という反応が芽生えてしまって、そういうのそのせいで、いや、やるしかなくなっちゃう。俺は、親父がこの人からギターを拾ってきてやってみたいです。で、今も続けてる理由としては、そこが3人とも共通してるんですけど、幸せになるため。人を幸せにするにも、自分を幸せにするにも、俺たちにできることが、ロックをやるっていうことだけ、ことになっているので、
本当に他に何やってもツッコミみたいな。ありがとうございました。